日今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アキです。ミヒトです。今日はですね、ちょっとね、コメントの方にね、大人には解けないとかいう挑戦状のね、ありましたね、アプリの紹介があったので、実はそれをやってみようかなと思ってるところでございます。これですね、 You 立ち上げてみましょう。なんて立ち上げてみましょう。立ち上げてみましょう。ローディング。あー、はいはいはい、ん、 OK OK OK、 そこら辺は良しとして、大人には解けない問題。5つの点を通る円、5つの点すべてを通る円を1つ書いてください。あ、点すべてを通る円、うんうんうん、ん、これタッチで書いたりする感じじゃないんだ。うーん、ちなみにアキさんどういう感じかわかる？これ一つ書くんでしょ。はい、漢字の円にする。ま、あー、漢字の円を一つ書いて書く、うん、じゃあ答え見てみようか、うん、マジで子供が解けない、僕子供でいいの何が大人が解けないんだよあれ大人が解いたけどマジか。あ、じゃあ次行く？次行こうか。次って何だろう？ハテナには何が入るでしょうか？ 1 たす1は3、1たす0は2、1引く1は2、11たす11は5、11たす12は4、111たす1111は？なんこれ、アハ？アハな、なんだこれ？ようわからんぞ。みんなよう考えや。アキさん分かってんのか？え？なんこれ？うん。ま、なにこれ？よう分からんじゃけど。みんな分かったかなって、これ脳トレじゃん。でも。これ脳トレなの？うん。じゃ、正解は。アキさん分かったの？え？分からん。分からん。わっちも分かりません。じゃあ正解見ます。うん、8、式の中の縦棒の数。ほうほう、お結局なるほどね、なるほど、そういうことね。これは難しい。よう考えたらわかる、よう考えたらわかるんかもしれんけど、むずいなこれなかなか。うん、次、マッチ棒で数字の10を作りました。マッチ棒を1本だけ動かして5にしてください。 5? ちょっと待って、どういうことこれ。一本だけ動かすんだよな。うん。わかった？わかんない。わかんない。五？五、漢字の五。違うよな。は？これどういうことよ？アキさんはわかった？答え。ね、うん、分かった、分かった。19にするんだよ。19、うん、行く5。違うか厳しいか今のは。それ合ってたらやばいですよ答え見てみようか。うん、一つ動かして全体を90度回転させる、回転させて5か。ああ、なるほどね。携帯を横にしたりしなきゃいけないわけね。なるほどね。
どういうもんだよ。でも俺の19っていうのも外れではない。外れではないと思うけどね。19行く、行くだけに GO みたいなね。外れではないと思うけど。っていうかこれ俺らのアホ加減がね、分かっちまう感じかな。アホ加減が分かってしまうアプリになるから。でも脳トレにはいいかもね。ですな。うん、ということでこんなもんかな。もしかしたらまた今度ね、続きやっていくかもしれないという感じで。うん、初見だから分かんなかったからね。はい、初見だからだ。初見だからね。あ、ないですか？そうです、ね。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。あきです。やつどこ行ったんだ。本日ご紹介する実況者さんは、やつはもうほっときましょう。スコールさんです。そうだね。あいつに会ったところで。ツイッターで知り合ったんですけどもね、はい、主に PC のフリーゲームを中心に活躍されています。とってもイケボな実況者さんです。皆さん要チェックです。では詳細はエンディングで。ご視聴ありがとうございました。アキです。チャンネル登録はこちら、最新の動画はこちら、おすすめ再生リストはこちら、そして私たち一押し YouTuber さんの動画はこちらをご覧ください。コメント、チャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしております。